この項目では、大韓民国の少子化について解説する。大韓民国では21世紀以降、著しい少子化が起こっている。韓国の合計特殊出生率は1970年代まで6.0から4.0と世界最高レベルの数値で推移していたが、1983年に初めて人口置換水準を下回る2.06を記録し、その後も下落を続けた。 2005年には世界最低水準となる1.09を記録し、翌2006年にはオックスフォード大学の人口学者、デイビッド・コールマン教授が、韓国は世界で初めて少子化で消滅する国になるだろうと予測した。その後若干の回復はあったものの、2015年の1.24をピークに再び急速に低下し、2018年には0.98と世界で 唯一1.0をも下回る国となったため、韓国内外からの注目を浴びた。さらに2020年には0.84という上昇しかとも言うべき極度の低出生率を記録し、同年韓国の総人口は史上初めて死亡数が出生数を上回る自然減少に転じた。ソウル特別市の2020年の合計特殊出生率は0.64を記録し、世界一の 少子化都市となった。韓国の合計特殊出生率の推移。2020年以降の紫線は韓国、統計庁による予測。赤線は大韓民国国会による予測。一人の女性が一生をかけて産む子供の数の平均値である合計特殊出生率は、韓国のような乳幼児死亡率が低い。先進国においては、 人口維持のために2.07必要とされ、これを人口値観水準という。少子化は合計特殊出生率が人口値観水準を下回る状態を言う。これは子供の死亡率が低い先進工業国、もしくは新興国において経済発展と並行して起こる現象である。ただしその進行速度には大きく、ばらつきがあり、フランスのように 人口地間水準に近い数値を維持している先進国も存在する。20世紀半ばまで世界最貧国の一つであった韓国は1960年代後半以降、観光の奇跡と呼ばれる急速な経済成長を遂げ、この頃より合計特殊出生率も急速に低下した。21世紀初頭には日本、中華人民共和国、台湾、ドイツ、イタリア、 東欧諸国などと並び世界の中でも低い水準となり、この頃より少子化問題が、韓国社会においても注目されるようになった。韓国の少子化問題は、ムンジェイン政権が発足した2017年以降、さらに加速し、2018年には0.98と、世界で唯一の出生率0人大国になった。合計特殊出生率が0人台になった国、地域の例は、 過去にも存在するが、そのほとんどが国家の統合、分裂、戦争や紛争といった極度の社会的混乱の発生や、監視などの迷信による出産控えなどが理由であり、あくまで一時的なものであった。しかし、2018年の韓国の例は、そのような目立った理由が存在せず、自然な現象としての例に大突入であったため、韓国社会に大きな衝撃を与えた。 その後も2019年に0.92、2020年に0.84、と0人台から回復せず下落を続けている。さらに、2022年には、新型コロナウイルス流行の影響による、出産日会によって0.72まで低下し、出生数は22万人台とわずか10年前の2012年の半分以下、ベビーブーム期の5分の1に近い水準まで減少すると予測され、 韓国の合計特殊出生率は、例人代が定常化する可能性が指摘されている。地域別の合計特殊出生率を見ると、ソウル特別市、不在広域市、テグ広域市、大田広域市、広州広域市などの都市部において特に低い。韓国の中央官庁が集積する。 ニュータウンである清掃特別自治市は1.28と韓国国内で最も高いが、それでも上昇しか水準未満にとどまっている。2020年時点で韓国の合計特殊出生率、普通出生率は共に世界最下位である。大韓民国国会による2020年の人口ピラミッドと2040年の人口ピラミッド総人口と年少人口。 生産年齢人口、高齢人口の変化予測年少人口、生産年齢人口、高齢人口の割合の変化予測高齢化は、年少人口の増加が停滞、または年少人口が減少し、同時に平均寿命が伸びることによって、相対的に、総人口に占める高齢者の割合が上昇する、減少である。国際連合は、高齢化率が7%を超えると、 高齢化社会14%を超えると、高齢社会21%を超えると、超高齢社会であると定義している。日本は高齢化社会から高齢社会への移行にかかった年数が24年で、当時は世界で最も早く移行した国であった。しかし、韓国は2000年に高齢化社会に突入すると、 わずか18年後の2018年には高齢化率が14%を超え、高齢化の速度で日本を抜いた。その後も高齢化率の上昇は加速しており、極度の提出成立と平均寿命の伸びによって2065年の高齢化率は47%に達し、日本などを大きく上回り世界一位になると予測された。 韓国統計庁は2016年に総人口の減少は2029年から始まると予測した。だが、2020年に発表した2019年人口見通しにおいて総人口の減少は2020年に始まると予測を更新。わずか4年間の出生率の下落によって人口減少元年が9年も前倒しされたことになる。国連の定位推計によると、 韓国の高齢化率は2045年に日本を抜き世界で最も高くなり2070年頃には国民の半数以上が65歳以上の高齢者になるとしているさらに2100年の人口は1928万人まで減少し1946年の水準まで落ち込むとされた韓国には徴兵制度があるが少子化の煽りを受けて 急速に兵力が縮小することが懸念されている。韓国の国防部によると、2040年までに、兵人口はおおよそ半減するとされた。警報新聞によると、韓国は、夫と妻、親世代と子世代など他者との無限競争が、日常化された、能力主義社会であり、世代葛藤が、世代戦争と呼ばれるまでになっている。 OECD が2018年1月に発表した2017生活の質レポートにて韓国では社会生活の中で様々な紛争を経験したことがあると回答した割合が34%で調査対象国のうち1位であった。特に韓国で事業と雇用の問題と隣人と住居環境問題に紛争を経験した。 割合はそれぞれ他国よりも高く、最も主要な韓国の日常葛藤要因となっている。さらに困難時に頼れる家族や親戚、友人などの人間関係があると答えた割合が、全 OECD 加盟国の最下位だった。生活の満足度も10点満点中5.9点で OECD 最下位だった。経口新聞は職場でも帰宅後の家庭でも、 大小の葛藤と争いにストレスを受けることは、大いにもかかわらず、他者からの支援は受けにくい社会だというのが、調査結果でも現れたと報道している。加えて、一向に解消されない、財閥企業への経済力、影響力の一極集中により、就職難や格差問題が続いており、2015年頃から、韓国の SNS では若者を中心に、ヘル挑戦という言葉が、 流行語になっている。韓国は生きづらい、自分が生き抜くだけで精一杯で家庭など持てないといった若者の自動的な評価とともに、韓国内外の複数のマスコミにも減る朝鮮は報道される事態となっている。韓国は国土が比較的小さな国でありながら、朝鮮の歴史の中で生まれた地域対立が今日も残っている。首都。 ソウルを中心とする韓国北部では目立った地域対立が見られないのに対し、韓国南部では右派勢力が強い継承道と左派勢力が強い全羅道の根深い対立やチェジュ島、出身者に対する本土住民の差別などが存在し、韓国社会における地方の地位は決して高いとは言えない。さらに、愛韓民国成立以降は財閥の巨大化に伴い、 経済活動が活発な首都圏と地方の格差拡大がより顕著になっている。韓国は経済規模に対して中小企業が少なく就職活動においても大企業志向が強いが財閥が経営する大企業の本社は大半がソウルに集中している。また韓国では就職活動において学歴が非常に重要視されるため大学進学率が OECD 諸国の中でも上位であるが、韓国の高等教育制度は、ソウルに著しく設備が偏っており、地方には名門大学が少ない。そのため、大学によっては、地方出身者は、入試の採点の際、無条件で加点されるほどである。このように、若者が、進学も就職もソウル志向にならざるを得ない環境が、比較的出生率が高い地方都市からの、 人口流出を招き、少子化の大きな要因となっている。2019年には、首都圏の人口が、韓国全体の過半数に達した。数千万人以上の人口を抱えながら、一つの都市圏にこれほど人口が集中している国は、世界的に見ても韓国以外にない。こうした現象は競争の激化や不動産価格の、著しい高騰といった問題も同時に引き起こしており、 晩婚が非婚化を加速させている。受験戦争を勝ち抜いて有名大学を卒業しても就職できず収入が安定しない若年層が増え続けている。最低賃金引上げ労働時間短縮を受けて企業は韓国国内に投資しなくなったため若年層が影響を受けて最悪の青年失業率になっている。2017年から2018年にかけて 日本の大卒就職率は98%なのに対して韓国は67.7%である。就職放棄を含む実質的な失業状態にある人を含んだ青年層の体幹失業率、アルバイトをしながら就職活動中の人や入社試験に備える学生などを含めた体幹失業率は24%に達している。中央日報は 主要先進国が活況を停止しながら、韓国の若者だけ前例のない求人難を経験していると嘆いている。20歳を過ぎた子を、親が扶養するケースも増加しており、50代の毎月の支出の25%が子供への仕送りが占めていると、する調査結果もある。韓国の労働市場は、正規雇用は25%、残り75%は非正規など低収入の、 仕事であるため、75%の側にならないために、履歴書に書ける項目を増やす、スペック積み、入社後も出世競争もある超競争社会である。過劣な競争社会で、受験戦争を勝ち残って、一流大学を卒業して、大企業に就職するのが理想とされている。サムスン電子や LG 電子、現代自動車など、大手財閥系企業に就職できるものはわずかであり、 大手財閥系企業でなければ脱落者とみなされ、兼ねない空気さえある。2016年には20代のうつ病患者が2012年よりも22.2%増えた。2018年時点で20代の約40万人が失業者である。就職無経験失業者は2018年時点で10万4000人で、20、30代が8万9000人で85.6%を、 占める。雇用経験が全くない若い給食や就職できても質の低い仕事に追いやられるものが増加している。そのため日本への就職希望者が増加している。2016年には日本で就職した韓国人は2008年比で2.3倍になった。個人の能力よりも親の財力がものを言う韓国社会の様相はスプーン階級論というスラングで表されている。 2015年12月にソウル大学の学生が自殺した際、遺書に生存を決めるのは箸とスプーンの色だったと書き残していたと報じられ、最高学府のソウル大学に合格するだけの能力があっても自殺に追い込まれたというニュースが韓国の青年層に大きな衝撃を与えた。韓国政府は2006年以降、少子化対策として日本円にして、 総額21兆円を投入したが、成果は一向に上がっていない。2020年、韓国政府は2022年から0歳から1歳の子供を持つ親に月30万ウォンの手当を支給し、さらに2025年までに金額を50万ウォンに引き上げるとした。ありがとうございます。